IVEX マネージメント学園。今回の学園は、はい、おはようございます。あ、どうも。ですね、この度学園の教頭に就任させていただきました ELT の伊藤一郎です。今回の学園は自ら教頭に就任したエブリリトルシング伊藤一郎さんがやりたいことを行うスペシャル企画。教頭は今回スペシャル企画からスタートですけども、はい、そうですね、はい、どういう気持ちでこの学園に参加していただくんですか。はい、やっぱ ELT ももう21年目入ってるんですけど、やっぱりこの業界だと同じ会社であっても先輩後輩、まあ年齢もいろいろあると思うんですけど、プライベートで飲み行ったりとか結構ね、周りの方が想像してるよりは少ないんですよ。まあそういう機会があった方がやっぱ会社もね盛り上がるだろうし、先輩後輩はもちろん面識のないアーティストとも交流を深め、学園を通して ABEX を盛り上げていきたいと熱い思いを持つ伊藤教頭。具体的にはどんな企画をやりましょうか。はい、まずはこのお酒の力も借りつつこういう場でキャッチアップをして、同じエンターテインメントの仕事をしてるけどどこに着地点を置いてるのかとか、そういうね本質的なことも聞き込みたいな、それぞれ思っております。はい、そう、一緒にお酒を飲んで話して話して話しまくって交流を深め、 ABEX マネジメント内でプライベートでも付き合える友達作りにチャレンジ。題して伊藤一郎教頭の ABEX 飲み友100人できるかな。ナレーションはガールズデュオユニットブーイング、そしてサッカー番組のレポーターやインタビュアーとしても活動している立花ゆりかが担当させていただきます。京都お店の方が決まりまして、はい、今回の京都に行っていただくお店がこちらになります。はい、ああそうですか。はい、スヌピアホフ渋谷、ドイツ料理ドイツビールのお店になります。こうね、泡で乾杯みたいな、あんまりその行く機会少ないんでいいっすね。あ、よかったです。なんかパッと見もう食べたいのありますか。はい、気分的にはそうですね、やっぱりおにぎりと味噌汁行きたいなっていうのはあるんですけど、やっぱね豪に行っては豪に従えということで、メニューいっぱいありそうですよね。でもそうですね、まあ、統一料理のメニューがいっぱいありますので、はい、で今回一緒に飲んでいただく方なんですけども、はい、まだ1回目ということで、はい、お会いしたこともない初対面の後輩がいいかなと。はい、逆に、はい、で一応このタクポンさんをご用意いたしました。タクポンさん、はい、あご存知ですか。94年生まれってことは、うん、はい、いい感じですね。ツイキャス？ツイキャス？ツイキャス？ご存知？ツイキャス？ツイキャスね、流行ってるらしいですね。伊藤教頭の ABEX 飲み友作り1回目のゲストはツイキャスから生まれた新世代スタータクポン。ライブ配信サービスツイキャスの配信主として人気を集め、ツイッターのフォロワー数は15万人以上、ティーンから絶大な支持を集め、今ではモデル、さらには舞台で活躍している注目の男の子。そんなタクポンと伊藤教頭の初対面の舞台は、ドイツの美味しいビールや料理が楽しめる屋内ビアガーデン、ツムビアホフ渋谷店さん。伊藤教頭、初対面の後輩と打ち解け、新たな絆作り頑張ってくださいね。おー、あー、やっぱりビール推しですね。ビール推しですね。はいはい。どうしようかな。ちなみにですね、今回後輩初対
回目パックということなんですけども、はい、なんか万が一話が弾まなかったりした時のために、はい、助っ人は用意してあります。あ、そうなんですか、はい、じゃあもう早速ね、いきなり入ってもらっても一応冒頭 で、 ですけど、ね、汗をかくって教頭がおっしゃってます、最初は頑張っていただく交流を深めるとともに初心に帰ってですね、常にやっぱ汗をかきかき頑張っていきたいなと思ってる次第でございます。なるほど、じゃあそういう流れで助っ人も用意してますんで、はい、もう間もなくタクポンさん来ると思います、はいはい、決めとこうかな、なんかな美味しそうだわ、うん、これこんにちは。あ、どうも、はじめまして、タクポンと申します。名刺です。あ、いいっすね、この空気感が。あ、写真集ですか。そうですね、8月25日に写真集を出したので。あら、かわいらしい顔して、もほら、違います、こんな、こんななんだ。もう昭和の人間なんでね。はい、ちょっとこれ飲み物頼んじゃいます。普段何飲むんですかね。普段は焼酎、ワイン、ビール。一番好きなのはやっぱこうシュワシュワ系ですね。シュワシュワ系、シャンパン、シャンパンで、ね、ちょっとビールとかもさ、はい、すっごい種類あると思うから。そうですよね、めちゃくちゃ。でもなんかドイツっていうとフブロリーっていうんですかね。有名ですよね。有名ですよね、黒ビールも。ちょっと店員さん呼んで、確かに、なんか聞いてみちゃったりする派。派です、僕。あの、初めて行くお店は、はい、もう店員さんに全部お任せする派です。おすすめなんですかみたいな。なんですかみたいな。とりあえずそれくださいって言っちゃう人ですね。はいはい、ビールでしたら一番人気は、こちらのホワイトビールですね。バイスビールというビールが一番人気ですかね。飲みやすい。飲みやすい。小麦を使ってるビールで、非常に女性でもすごい飲みやすいビールになっております。おすすめだったらやはりローストチキンだったりとか、これ丸々1羽で焼き上げてお出しするものなんです。そうなんですか。はい、え、こんなんすよ。え食べたい。あとは白いソーセージなんですけども、うん、ボイルバイスブルストというソーセージですね、はい、珍しく皮を剥いて食べるソーセージなんですけども、ドイツだと午前中しか、うん、食べないと言われてる、うん、あ、ソーセージなんですよ。そんなのあるんですか。新鮮なので新鮮なうちに食べていただきたいというところで、うん、はい、じゃあこれとこれってなんだよって思ってあのボイルバイスボルスト言いにくい、言いにくい。今回はお店おすすめのメニューの他にこちらの料理も注文。気になるメニューが多かったのか、たくさんオーダーされましたね。いや、はい、一応僕も中年なんでツイキャスとか知ってるんですけど。あ、知ってるんですか。多分見てる方もちょっと知らない人もいると思うんで、はいはいはい、ツイキャスってあれでしょ。そうです、あれですね。あれでしょ、アプリなんですよね。まずツイキャスっていうアプリがありまして、ツイキャスのアイコンが青と緑2種類あって、うん、緑が見る方です。そうなんだ。閲覧用です。で、青が自分が配信する側ですね。誰でもできる生放送で、携帯が1個あれば、うん、あの誰でも生放送ができちゃうっていう配信サービスなんですけど、それを僕ずっとやってて、うん、ああ、もうそれは個人発信っていうか仕事関係なく。関係なしです、もう趣味で始めた。そしたら、うん、こう見てくれる人がブワーって増えて、はい、こうなりました。こうなっちゃいました。すごいよね。どうなんですかね。その最初は、はい、どんな気分だったの。友達に見てほしいのか、それとも自分を知らない人に見てほしいのか。最初は友達ですね、うん、友達に見てもらって、うん、最終的にはこういろんな人と結局あの顔が、ま、なったりします。でかくないですか。でかい。待って、おかしい。待って、おかしい。待って、おかしい。これ漫画でも見たことないですよ。一応乾杯の仕方で、中世のヨーロッパ
パの頃からちょっと伝わってる乾杯の仕方って、乾杯があるその頃ってお酒に毒を入れて毒殺するのがちょっと横行してるらしいんですよ。毒なのでお互い毒入ってないですよっていうことを確認するために、うん、大きい音が立つぐらいグラスをぶつけて、うんはい、その衝撃でビールが混ざったのを確認してから飲むって、でもそれは一杯飲んでから交換してもいいの、はい、毒すみません今自分で言っといてねちょっとそれはないなって一杯飲んでから交換してもいいの毒よろしくよろしくお願いします。にゃんぱいにゃんぱいいかないでもほらこれはね歴史の伝統の話であってあそうこういう乾杯があるんだよっていう乾杯があるんだよっていうちょっと飲みたくない？そうですね、いただきたいですね。ああ、でも飲みやすいですね。ダンケシェーン。癖すっきりしてる、ね、なんかまあ女性が飲みやすいっていうのも一理ありますね。これは多分ね、食事美味しい。あ、そうですね、系だと。もともとそういうエンターテインメントの仕事が好きだったの。いや最初はもう本当に無知でそれこそ僕は就職してたんでずっとこの先ここの会社でこの失礼いたします。あ食事です。お待たせいたしました。ほらやっぱり3種盛り合わせとチーズ盛り合わせでございます。ニーニーチョイスじゃないですかどこまでいろいろそのエンターテインメントは興味があったわけじゃなくて、うん、あそうなの。本当にそれで自分がいざ、うん、こう人前に立つカメラの前に立つとか撮られる、まあ、そうやってお仕事をしていく上で意識改革じゃないですけどそれこそだけ1年目2年目が一番苦労しましたね。そのやっぱり慣れてないっていうかこう世界は知らないので、はい、そこにまず一歩第一段階踏み出すためにいろいろ勉強させてもらったりとかしてやっとこう意識改革じゃないですけどもう自分はエンターテインメントなんだってエンターテインメントなんだってってことです感じですでやっぱこう意識するようになりましたね。あやっぱり徐々に2人の距離も縮まってきましたが伊藤教頭の ABEX のみとも100人できるかな。今回はここまで。次回は飲んで食べて話してさらに交流を深めます。そしてすいません、はい、すいません本当は助っ人でトークが盛り上がらなかったら助っ人しようと思ってたんですけど、はい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 、思ったより盛り上がりすぎてて、はいはい、入るタイミングを失いました。声がかかればいつでもどこでも登場してくれる学園の駆けつけ女王宮脇紫音さんも助っ人として登場。おっしゃバチコイ次回もお楽しみに。おい